6月4日、あばれる君の配信1周年記念、何かしら統一地大会に参加させていただきました。何かしら統一？そう、何かしら統一されていればどんなパーティーでも OK。私はもちろん、エスパー統一で挑んだよ。お相手さんは何統一かな？初代統一？あれでも AP って2世代じゃなかったっけ？わかんないけど、ピカチュウとか初代御三家とかいるし、統一感のある美しいパーティーね。さあ、選出はどうしようか。電気タイプのピカチュウいるし、リザードンにステロ刺さったら美味しいから、粘ドール先発、行ってみましょうか。あとは高火力アタッカーのグリムオンとかクテテフよ。対戦、よろしくお願いします。ふふ、久しぶりにオイラの出番とね。しっかりとステロでリザードンを削ってやると。フェスでね、リザードンいるんだけど。いや、ステロ巻いても遅くね、有効打大爆発しかないし。ミスったわね。まさか初手に来るとは。まあ一発は耐えるだろうから、とりあえずステロだな。相手抜群あるとしてもソーラービームだからね。てちょ、ダイマックスは効いてないと。まずい、ソーラービーム由来の大草原撃たれるじゃん。耐えれんのか粘ドール。壁もないし、持ち物はイヴァンの身だから、気合の助けもないわよ。ああ、オイラの出番、短かったな。自然の助け、発動。耐え上がった。いや、やっぱりオイラって持ってるよね。こんな大きな大会で、劇的な一体を見せてしまうんだから。しかも相手命の弾だったのか、マジでよく耐えたな。ふふ、しかも今回のオイラはこらえるイヴァン型。いきなり相手の大マターンを枯らせることができると、ステロも巻いたし、先発要員としての働きは十二分。大活躍と言っても文句ないんだね。ああ、確かにこれ以上ない働きだ。粘ドールのおかげでバクアド取れるな。あれ？でもちょっと待てよ。どうしたんだと、こっちは至って順調だけど。相手巨大マックス個体じゃん、ってことは。巨大黒煙あるじゃん。やっべ、炎に包まれるから、ここで耐えても結局落ちるじゃん。イヴァンの実食べた意味完全になかったじゃん。実質気合の助け持ってた状況と変わりないな。そんな。あんまりだと。しかもこれ、大爆発していれば、実質退場できて後続に炎を残さずに済んだのに、そうすればまだイヴァンの実の意味もあったのにな。大爆発すべき場面で、大爆発をできなかった。視聴者さんも期待してただろうに、ごめんなさい。まあそういうところも粘ドールっぽいけどな。さあ次に出したのはカクテテフ。大ボールで相手の大魔ターンを枯らし、一発攻撃受けたけど、大サイコでリザードンを落とします。場に出た瞬間サイコフィールドを展開できるから、カクテテフの大サイコは強いんだぜ。相手の2匹目は AP。大フェアリーからのムーンフォースで突破できるけど、カクテテフは高校の尻尾を押し付けられた上、光の壁まで張られてしまった。しっかりと仕事されたな。ポケモンの数では有利だが、状況的にはだいぶ不利か。うわ、カビゴンだよ。特防がめっちゃ高いから、こちらの手持ちでは突破困難か。ふふ、でもこんなこともあろうかと。カクテテフのエスパー技はサイコショックにしているのだよ。サイコショック、特攻種族値を参照して物理的なダメージを与える。相手はド忘れで特防を上げてきた。これは完全に不意をつけるはず。さあ食らえ、サイコショックだ。え、これしか効かないの？サイコフィールドもあんのに？いや大フェアリーで上書きされてるぞ。それに物理ダメージとは言ってもあくまで特殊技だから、光の壁の影響を受けちゃうんだな。そんな、やばいじゃん。相手のカビゴンは呪い。防御を上げてしっかりと対策してきた。AP で壁張ってカビゴンで詰ます作戦か。ダメだ急所に当たらん。これは詰んだかもな。こっちも瞑想詰んでワンチャン急所にかけたんだけど、結局当たらず、DD ラリアットで撃沈。ごきげんよう。ごめんグリムオン、久々の登場なのに申し訳ないけど、そのカビゴンステータスバケモンだから。え？なあ。対戦ありがとうございました。おっと、次のお相手さんは独統一パーティーですね。独体エスパーって、明らかにこっちが有利じゃねえか。まあ統一パーオンリーの大会ですからね。こういうこともあるでしょう。お相手さんには運が悪かったと思ってもらうしかないな。でも、これで負けたら明らかに私の力量不足。エスパーのジムリーダー失格だわ。油断せず、気合い入れていきましょう。
すげえ、めっちゃ毒タイプへの愛を感じる。まるでクララとジェイゴリー、これは実質代理バトルよ。対戦、よろしくお願いします。ドラピオン、嫌な相手が出てきたな。毒タイプだけど悪タイプも複合で持ってるから、タイプ的にはこっちが不利よ。しかも叩き落とすは持ってるだろうからな。こっちの貴重なダメージソース、ゴツゴツネットも潰されちまう。くそー、いきなりかなりピンチね。初手付きの光もありだけど、とりあえず冷凍ビームで様子見するわ。おっと、剣の舞、月の光打たなくて正解だったな。状況はかなりまずいけどね。クレセリアでも受けきれないよ。冷凍ビームでできるだけ削って、あとは後続に処理してもらうしかないか。あ。ラッキー、凍ってくれた。まあでも、氷なんてすぐに溶けるからな。ドラピオンがきついことには変わりないぜ。あ、ラッキー。もう一度冷凍ビームよ。おお、2連続。カッチコチじゃねえか。いや待って待って、ごめんって。おいこんなの不正だ不正。なんかやってんだろお前。いやマジで何もやってないよ。ただただ相手が凍り続けてるだけ。あ、気の利くった、凍ってんのに。張り切ってるよ、凍ってるけど、さすがに次こそやばいでしょうね。お相手さん、これ絶対大パンしてるだろ。この方の机、もしくはコントローラーが無事なことを祈るのみだわ。相手の2匹目は宿らんだが、最初のターンはクイックドロー発動せず、しかも特防ダウン引いちゃったよ、マジごめんって。おっと原太鼓、これまたやばいぞ。クイックドローや先生の爪で先に動かれたら、どっちも発動しないことを祈るのみね。大パン2回目、しかも急所回。お前あらゆる幸運引きすぎだろ。いや、この場合どっちかというと、お相手さんがあらゆる不運を引いてると見た方がいいかも。ラストは宿キングが出てきたが、ここで降参。さすがに申し訳ない気持ちになった。そもそも相性的にもこっちが有利だったのに、そんな中戦ってくれてありがとうございました。ということで、いかがだったかな。今回は暴れるさんと当たることはなく、最終結果もパッとしなかったが、いろんな統一派と対戦できてとても楽しかった。主催者の暴れるさん、ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。それじゃあまた別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。